おはようございます。今日も速化塾の暗号通貨ニュースをお届けします。今日はですねこのリップルの評価に影響か SBI と y d ク x が仮想通貨カード発行というタイトルのニュースになります、えー、リップルの価格はこれからね動くのかなと気になっている方もいらっしゃると思いますリップルっていうのは有名ですからね SBI ホールディングスは仮想通貨決済サービスを提供する、えー A A、ですねイギリスワイレックスと合弁会社 SBI ワイレックスアジアを設立したと,設立したと発表しましたすごいですねこれも、うん、そして仮想通貨カードを発行する計画なんですね SBI はリップルに出身しているということで気になる立ち位置にいるんですけれども、さんはございますまた別件ではですね、R3 への出資もしていて、国内では筆頭株主ということなんですよ、この SBI ですか、SBI のね企業価値のこれ急騰してきてるんですよね。でプラス リップルが上場する予定も SNS で流れていて好条件の空気が起きている様子なんですがリップルが上場すると当然ですね SBI っていうものの資金力も株価も信用も上がってくると思いますのでこういう時は SBI にちょっと仕込んでおくのが得策なのかなという,ふうに私はいつも考えています要するにですね見えている顕在化しているチャンスっいうのはすでにチャンスじゃないんですよ。 もうはまだなりまだはもうなりと言いますけどももう誰が見てもわかるようなチャンスっていうのはすでにですねもう高値掴みをする可能性があると私はいつも考えているんですよねですからそうではなくて潜在的なあ価格上昇とか潜在的な、えー、実体価値を持っているものをいかに見抜くかなんですよねその時にはもう誰一人そこに気づいていないという状態になってますからきっとですね内田さんはございます 今回で言えば SBI ですけども SBI もまあ割と目立ってますけどもね、うん、もっと考えすぎでなければ SBI の下請けとか取引先ってものに注目してその安値をねそこで掴んでおいて。 でまあ、連動して上がっていくところを狙うというのが、最も小さな投資で大きく稼ぐ方法なのかなという気がします。本日,本日はですね、暗号通貨ニュースは以上なんですけども、引き続き、速化軸ニュースの方でお楽しみください。本日もありがとうございました